いやすごいっすよ。ガサガサ言いますよ。ガサ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 。これどれだけね、まあ、ちょっとね綺麗になるのか。まあ本当楽しみですね。こんな状態からね、ハイトレール施工で、やったことないんで、とても私も楽しみでございます。じゃあそれではねやっていきたいと思います。まあ用意したものはね本当に、まあ、ハイトレール、そしてですねまあいつも使っているこのハイトレールが2、水が8の混合ハイトレールですね。これとまあ本当に洗剤で、まあ手元でシュッシュしたいので小さい、これ小さい水道水ですね。これ小さい水道水ってあれですけど、あのスプレーガンですね。スプレーですね。これ水入ってます。で、あの、大きいやつです。噴霧器ですね。あと水たくさん。まあ、これだけでね、どれぐらい綺麗になるのかと。その後ね、まあ、状態によっては、いろんな研磨剤を使ってですね、まあ、元のね、元って言ったら変ですけどね、まあ、こういう状態ね、持っていきたいと思ってるんですけども、さあこれね長回しになるので多分ね、2本に分けるかなと思ってるんですけども、まあ、2本に分けようかなと思ってるんですけども、まあサクッとやっていきたいと思います。ではまずね軽くね水かけます。うわすごいね、タイヤもすごいけど、いやこれハイトレールどれぐらい綺麗になるのかな。本当にもう未知の世界ですね。いや水かけてちょっとなぞってますね。ちょっとこするとね、手でこするとそのこすった部分は少しね黒ずみが取れてきますけどね、まあ少し取れるかなって感じですね。よし、じゃあハイトレール、これは水が入っている、ボトルです。これをですねハイトレールが2、水道水が8、こちらの方にね、変えましてですね、今からスプレーしていきます。アルミホイルの状態でを言いますとですね、現在ね、一晩置いた状態で、完全に冷えています。はい、完全に冷えた状態のアルミホイルですね。じゃあ行きますよ。まあ、正直ねこの水、ハイトレールが2の水が8、この割合で、いつものねここまで汚れてないアルミホイルだと、まあ、表面白くなってくるんですけども、まあね、そういうのも一切まあ見える状況ではないんで、一応ねこれかけて、まあ、10分ほど置きましょうかね。よいしょ。まあ、いつも使ってるスポンジがあるんで、こういうね、こういうタイプのスポンジです。これを、で、ちょっとなぞります。ちょっとなぞると。まぁ、ちょっとね、表面、アルミの表面がちょっと出てきましたね。うわ、すごいな、これでも。はい、さらに上からかけますか。なぞった後にねさらにちょっとふっかけます。しばらくそれをね繰り返したいと思います。すごい。
まあ、今までのね、何年か、経過していますんで、そうですね、5年間ぐらい経過してるんじゃないかな、これ。まあ、その間にね、塩カルとかね、油とか、ゴミとか、いろいろなものがね、幾重にもね、固着した状態ですね。よし。あとこれ上側だからちょっと。あのリアのね、このアルミホイルだと、ここの中にね、あのスプレーでこうやってシュッシュッシュッってすると、ハイトレールと水の混合ハイトレールがここに溜まってるんで、顔を近づけて空気を吸い込むと、鼻からその混合したものが、まあ、まあ、霧になってるんで、まあ、空気吸っちゃうことがあるんで、皆さん気をつけてください。はい、今ほどね、トラックをね、少し移動させて、天と地をね、反転させました。ほんで、これ反転させた状態です。ところが、さっきまで、上だった部分ですね。天の部分です。移動させて、この反転させた理由はですね、あの、混合ハイトレスプレーを、やっぱりかけるとですね、上の方は、やっぱりこうやって垂れてきちゃってね、どうしても下の方に溜まってくると。で下の方はね、まあ、結構焼けちゃうんですけども、上の方はこうやって残っちゃうということで、今ほど反転させました。うん。で、さっきまでこれが、天だった方です。上の方、上だったところです。で、ここを今からやっていきたいと思います。まあ、だいぶね、このアルミのね、部分が、出てきましたね。よいしょ。これでね、しばらく置いて、また、そうですね、スポンジでまた、混ぜたいと思います。あ、手袋すいません。ちょっと。手袋は必要ですよ。やばいやばい。こういうね、すごくね、しつこいところがあるんですよね。こういうのをほっとくと多分、ここからどん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 ね、浸透しちゃってね、ポコッとくぼんだ形になるんですよね、アルミがね。もったいないですよね、本当に。よいしょ。でもだいぶリム周りはね、綺麗になってきましたね。いや、でもすごいな、これ取れるのかな、ここら辺。よいしょ。うわ。表面もうガサガサっすね、これ。まあ、最悪ちょっと、耐水ペーパー、エアーサンダーとか使って、ここら辺の表面、この広いところですね、エアサンダーとかで削らないといけないかもしれないですね。この黒いのだいぶ落ちたんですけども、この本当にさっきも言いましたけど、このしつこい感じのところはやはりね、もう浸透しちゃって浸透しちゃっていっているんですよね。ちょっとなんか喋れてないですね。身長、何か言った。いや、さっきもね、言いましたけども、こうちょっと、しつこいところ、この黒くてね、そういうところは、もうなんかね、汚れがね、もう浸透しちゃってるんですよね。だからこれ、なかなか取れないんですよね。
表面だけについているものだったら、このハニトレールで、大体取れちゃってて、もう取れていっちゃってるんですけども、まあまあ、でも取れたところもね、もうくぼんでますわ。かわいそうにね、もったいない、本当に。まあ私の場合はね、本当に自分言い訳するわけじゃないですけども、タイヤショップさんに全てお任せしてるんで、ローテーションとか、組み替えの時は、多分この既存のアルミホイルをみんな組んでるんだと思います。だからね、わざわざね、ぶら下げてあるやつ、引っ張り出しして、入れ替えとかしてないと思いますね。あとね、たくさん固着してるっていうか、汚いところがね、この、ナット周りですね。ナット周りもね、結構ね、ちょっとこうやって、まあ、ラインみたいな感じで、ぐるっと入ってますね。これもね、どこまで取れるのか。うん、結構取れますね、なぞると。このハイトレールの段階でね、なるべく、やれることはやっといた方が後が楽かなと。磨きでやると結構大変だと思うんで。はい、ある程度ね、黒いものを取りましてですね、再度ね、混合ハイトレールを吹き付けて、これでもう一回ね、しばらく置いておきたいと思います。まあ、10分ほど置いておこうかなと思ってますね。はい、それではですね、10分ほど経ったんで、ちょっと見てみますか。ピント合ってないな。私がほくろみたいになっているのはこういうやつですね。かなり強烈に残ってますね。で、こうやって触るとですね、もう表面ボコボコしてます。なんか、ささくれ、金属がささくれ立ってるまでいかないんですけども、それに、まあ、似たような感じで、まあ、ボコ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 当たってますね。で、表面よく見るとですね、そうですね。なんか穴開いてるみたいな感じになってますね。これ結構深いな。どうしよう。さっきほど天と地を入れ替えて、まあハイトレール施工、し直したんですよね、これね。なので、まあ上も、まあ下もですね、まあ大体似たような感じに、ハイトレール施工ができていると思います。ただしやっぱりね、ものすごい、なんかすごい状態ですね、このアルミが。はい、今回のね、動画はね、以上となるんですけども、まあ一応ね、ハイトレール施工。割合はですね、ハイトレールが2で、そして水道水が8の混合ハイトレールですね。で、天と地入れ替えて、2回施工しました。で、馴染ませるためにスポンジなんかも使って馴染ませつつ、またかけたりして、って感じですね。まあ、それでね、こんな感じです。まあ、最初に比べればね、それはもちろんね、まあ、綺麗にはなってますけどね。まあ、大変ですね、これ。まあ、次回の動画で、そうですね、何しようかな。とりあえずですね、エアサンダーを使ってですね、ラビングコンパウンド？ラビングコンパウンドぐらいから当てていこうかな。それで一体どれぐらいの状態まで来てるのかっていうのをね、確認してから、耐水ペーパーかけたりとか、いろいろやって、いい状態に持っていきたいと思います。まあこれ正月休みの課題ですね。はい、今回の動画は以上です。最後までね、長編でしたけども、ご視聴していただきましてありがとうございます。何を皆さんにね、お見せしたかったかっていうのはね、繰り返して言いますとですね、吊り下がりのね、ぶら下がりの、スペアタイヤですね。スペアのアルミとタイヤ。それを入れ替えまして、まあ、5年ほどはぶら下がってたやつですね、これね。それをですね、ハイトレール施工で、まあ、どこまでね、
綺麗になるのかというところをねお見せしたという動画となっております。はい、まあ、次回はね本当にね、お正月休みの間にねこれどこまで綺麗にできるかっていうのをね、またやりたいと思いますんでお楽しみに、お待ちくださいませ。以上 BK チャンネルでした。ありがとうございます。